どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、こちら剣心雨の村雲を使っていこうと思います。はい、このキャラですね、今回のガンコラの星5の新キャラで、出現率が 5% ぐらいになってます。ガチャ限定キャラです。まあただこのキャラめちゃめちゃ強くて、まあ覚醒見てください。スキブ封印、チーム HP3 つ、10強2つ、L 字持ってくれてます。はい。で、このチーム HP3 つのおかげで、パーティーの HP をね、底上げできて、超覚醒、バインドとかスキブから選べます。はい。で、とにかくこの HP3 つがめちゃめちゃ強くて、パティ難民の人とかはね、とりあえず雨の村雲積んでおけば HP 漏れて200万 HP が簡単に確保できるみたいな感じで、すごく強い覚醒になっております。しかもこの時点で強いのに、スキルが2ターン盤面に 3×1 の雲を作ってしまうんですけど、その代わりね、1ターンダメージ無効貫通3コンボ加算が3ターンスキルなんですね、これ。やばくない？で、ウルトラだったら無効貫通スキルとしてもちろん使えますし、ロイヤルノジラスに関してはこれ打ってあげるとコンボ対策にもできるんですよね。例えば強調で言うと14回戦のボスの14コンボ必要な場面とかだと、これ打ってあげてコンボ吸収対策するみたいなことにも使えて、もう汎用性高すぎる新サブになってるんだよね。今日はそんな雨の村雲を使って実際にウルトラ編成で遊んでいこうと思います。編成こんな感じです。はい、まずはリーダーからです。ウルトラ遅延2つ入りダチェンにショーテル武器継承ですね。はい、でからのこちらミューガンダムです。冬に遅延2つに消せない回復潜在、そしてこちらヒカリン武器継承してあげてます。はい、ヘイストで使っていきます。からのウィングガンダムゼロ、冬に遅延4つに悪魔キラー2突、そして織姫武器継承ですね。でここはまあ2ターンのね、無効貫通、そして属性吸収無効スキルで OK なんですが、まあ、織姫暗闇耐性持ってるので今回は採用してあげてます。からのこちら雨の村雲です。バインドに遅延4つに闇軽減、そしてアレキサンダー武器です。闇軽減は自由にどうぞ、あったら強いかなぐらいです。なくても全然勝てます。はい、でフランキースキブ遅延2つ、お邪魔目覚め耐性にこちらアイアンマン武器継承です。序盤のヘイスト要因武器で使います。ラストウルトナです。遅延4つにバランスキラー2突、ショーテル武器って感じの編成になっております。今日はこちらのね、雨の村雲を使ったウルトナ編成で実際に強調チャレンジ遊んでいこうと思います。無効貫スキル自体がかなり強くて使い勝手いいんでね、実際に遊んでいきましょう。さあ、ということで1階層からやっていこうと思います。いきましょう。まずは1階層です。とりあえずウルトナ変身していきましょう。リダフレウルトナ変身していきます。はい、リダフレウルトナ、アレキサンダー1コンボ組みます。フランキーアイアンマン打ってあげて、ニューガンダムでヘイストからのウルトナ打ちます。フレンド側から打ちましょう。とりあえずはい、残り1で倒すので、ここ1ターン耐久してからウルトナ打ちます。はい、こんな感じで1階層突破していきましょう。さあ、これで OK、 しっかり 2way 含んであげて自動回復も入れて倒していきます。 HP23 万5438です。235万4138です。やばすぎ、23万は。なのでこれパティとか一切積んでないにもかかわらず、雨の村雲のおかげで HP これだけ漏れるんだよね。そう考えるとめちゃ強くない？これ雨の村雲の力ね、おすすめ。2階層フランキー打ってあげて、雨の村雲、間違えた、ウルトナ打ちます。でダメージ無効来てる場合は雨の村雲を打ってあげて倒していきましょう。はい、こんな感じで、でここのね、ダメージ無効貫通が来ると普通の編成ってすごいストレスを感じることになるんだけど、この編成は全く影響がないです。はい、もうここウルトナ打ってあげて、3階層織姫打ちましょう。ウルトナからの織姫打ってあげることでダメージ無効、属性吸収無効を2ターン継続していきます。なのでこのまま2パンが可能です。まずはウルトナ打ちましょう。はい、からのこれ打ってあげて、さあこれでしっかり 2way 含みながらのワンパンです。14コンボ組んで倒していきましょう。15コンボ、さあこのままワンパンしていきます。 OK、 さあ続きまして4階層です。4階層はダブル吸収、ダブル吸収っていうか、まあダメージ無効属性吸収ですね、が継続してあるのでこのまま倒していきます。はい、ウルトナ打ってあげてワンパンしていきましょう。はい、こんな感じ、これでしっかりと消せない回復もしてあげながら突破していきます。木の消せないはほぼ影響ないんだけど、木と水の消せないに関してもしっかりと光のね、4消しを組んであげることで対策可能です。はい、で5階層です。5階層2パンするだけ、
5階層突破時に、まあ、ニューガンダム撃ってあげてもいいんですけど、一応まあ5階層では撃たない方が強いので、このまま殴っていきましょう。余裕があれば撃たない方が強いです。はい、余裕がなかったら撃ってください。こんな感じでまず一発殴ります。はい、ロケパズル得意だったらね、一応6階層以降で撃った方がいいですね。ニューガンダムの軽減ループが継続できるので。はい、でこれでまずは半分まで削りからの殴り、200万とかなんで普通に耐えれます。はい、これもほんと雨の村雲のおかげでね、本来耐えれない火力なんだけど、雨の村雲使ってあげてる場合は確実に耐久ができます。はい、でトゲ全消ししながらの14コンボ、これで突破です。倒していきましょう。 OK、 さあ続きまして6階層です。6階層はニューガンダムここで撃ちます。はい、はい、ここはニューガンダム撃って倒していきましょう。ウルトナ、ニューガンダム、雨の村雲撃ってあげて突破していきます。まあ、雲ドロップはうざいけど、まあそんな影響ないかなって感じ。まあ、多少はうざいけどね、もちろん。ここまで 3×1 だからめちゃめちゃパズルに影響出るわけではないと思う。これでしっかりとワンパンしていきます。突破。さあ続きまして7階層です。闇は2ターン耐久してから倒していきます。はい、2ターン耐久です。1コンボ、はい、1コンボで、ウルトナ撃ってあげて、リングガンダム撃ってあげて倒していきましょう。いきます。これでしっかりと光の 2way 含みながらの電力コンボ組んであげて13コンボです。さあこのままワンパンしていきましょう。突破です。ウィングガンダムの吸収無効で倒していきます。さあ続きまして8階層です。ここも雨の村子も打ってあげて倒していきましょう。顔面ジャッカーはフランキー打ってあげて OK です。雨の村コンからのフランキー、これでしっかりとダメージ無効貫通含みながらの12コンボです。フランキーのおかげでね、弱化ドロップ目覚めも対策できてるので、このまま17コンボで倒していきましょう。この辺戦泥鏡結構積んでるんですけど、全然泥鏡なくてもなんとかなります。フランキーが強いからね。はい、で9階層です。ここは雨の村子も溜め直していきましょう。コンボ、はい、別に柔らかいからね、普通に耐久できるんで、ニューガンダム打ってあげて、はい、1コンボで、あとはウルトナ打って倒していきましょう。あ、やばい、水あるかなこれ、見てみるか。あるね。このまま倒していきます。 OK、 こんな感じでしっかりと雨の村子のダメージ無効貫通利用してあげて13、14。さあこのまま17コンボで倒していきましょう。突破していきます。で続きまして10階層です。次はなんだっけ、これはまあ普通にニューガンダム、あ、間違えた、ウィングガンダム撃ちましょう。ウィングガンダム撃ってあげて倒していきます。はい、これでしっかりと突破していきます。盤面14コンボ組んであげて、これで倒していきましょう。ワンパンです。はい、でこれで突破、しっかりニューガンダムの軽減ループ入れてあげてる状態で突破していきます。11回そう、ここは属性吸収の色によっては無視してワンパンできますが、光の場合は耐久必須、残念。まあウィングガンダム打ってあげて、ひたすら1コンボ組んでいけば OK です。はい、こんな感じで組んでいきましょう。
くぜ。リングって上げて1コンボです。はい、とは言っても雨の村雲のおかげでね、耐久はかなり高いので、本当に雨の村雲とあとフランキーのおかげでね、フランキーも HP 高いからね、こいつら2体のおかげでしっかり耐久ができます。進化になるよねこの2人。ここも1コンボ、はい、でからの1コンボ組んで耐久で、じゃあこのまま倒していきましょう。はい、ウルトナからのニューガンダムからのリングガンダム打ってあげて突破していきます。はい、しっかり盤面ロックも解除しながら、まあ、盤面ロック解除っつっても闇以外は解除する必要ないんだけどね。はい、ニューガンダムのトリプル無効でしっかりワンパンしていきます。突破です。ナイス。さあ続きまして12階層です。ここはねウィングガンダムで倒すんだけど、ゼログインフィニティは初手村コモが打てるんだったら雨の村コモで殴っていけます。なのでウルトナ打ってあげてから雨の村コモ打ってあげて殴っていきます。最初だけねダメージ無効しかないのでこのまま突破可能です。はい、これでしっかりとワンパンしていきます。ワンパンできなかった場合はウィングガンダムで倒せば OK です。はい、これで18コンボ組んであげてワンパンしていきましょう。さあ続きまして13階層、光は2パン、それ以外は雨の村子も打って殴っていきます。はい、1コンボ組みましょう。でウルトナ打ってあげて1コンボ組んでいきます。はい、でからの雨の村子も打って倒していきます。ウルトナからの雨の村子も打ってあげて突破です。いきましょう。さあこんな感じですかね。しっかりと 2way 含みまくってあげて13コンボです。14、15、16、3コンボ加算も入るので火力も出しやすいですし、こんな感じでキラーも含んでワンパンしていきます。さあ続きましてボス1段階目です。クモドロップ残ってるんでパズルだけには注意していきましょう。盤面6コンボで倒していきます。言うて盤面6コンボなんでクモあってもそんな影響はないですけど、一応ねミスないように注意していきます。一応ねいきます。さあこれでしっかりと盤面14コンボ組んであげてこのまま倒していきましょう。ほんとここはとにかくミスらないように組めれば大丈夫なんで、あとはウルトナの火力で突破していきます。はいウルトナの場合はとにかくあれですね、コンボにだけ注意すれば大丈夫です。はい、で14階層です。ここは15階層です。雨の村コモを使いながら削ってあげて OK です。とりあえずウィングガンダム打ってあげて、あ、ニューガンダム打ってあげて、一発こんな感じで削ります。はいでこれで削り OK でからの雨の村子も打って殴りましょう。こんな感じで雨の村コモ使ってあげて13コンボです。からの16コンボ3コンボ加算含んで2パンしていきましょう。はい、続きましてボスボスはウィングガンダムと雨の村コモが使えます。こいつらめっちゃ強いからしっかり殴っていきましょう。まずはウルトナからのニューガンダムからのウィングガンダム打っていきましょう。ウルトナ、ニューガンダム、ウィングガンダム、
さあこれでしっかりと 2way 含み負けでながら半分ギリギリまで削っていきます。14コンボです。これでしっかりと削り、こんな感じですね。はい、でからの雨の村コンボ打って半分まで削ってもいいし、自力で殴っても大丈夫です。どちらも構いません。まあこんな感じで光と水の 2way 入れながら殴っていきます。あ、惜しい。あとはウルトナ打ってあげて、さあこれで殴りです。半分まで持っていきましょう。これで OK ですね。はい、しっかりと光と水の 2way 含みながらの13、14。 OK、 これで半分まで持っていきます。ニューガンダムの軽減ある状態で半分まで削り、あとはウルトナ打って雨のメラコも打って、いや待て、1ターン待とう。これはこのトゲの量死ぬフラグがするんで1ターン待ちます。トゲ多い時はね、大人に待つことも大事なんですよ。はい、これで1ターンだけ待ってあげてから倒していきます。じゃあまずはウルトナ打って殴りです。ウルトナ雨のメラコもフランキー、これでヘイストですね。アイアンマンでヘイストからのウルトナからのニューガンダムでドロキョウ、これで倒していきましょう。 OK かな。さあこれでしっかりとウェイ組みまくってあげて、リダフレウルトナしっかり上限解放してるんで、15コンボ16コンボ17コンボ、さあこれで20コンボ組んで突破していきましょう。ということで今回はですね、ウルトナ編成に雨の村コモを入れて使ってみる動画でした。マジでね、3ターン無効貫通自体も強いんだけど、3コンボ加算も火力に貢献してくれるし、あとは HP 漏れるというポイントでもね、かなり活躍してくれるサブになってると思います。まあ少なくとも星5の性能ではなくて、持っておけるとウルトナロイヤルノーチラスどちらの編成でもね、第一戦で活躍してくれるキャラになってくれると思いますので、ぜひね、ゲットできた人は使ってみてください。ということで今回の動画は終わりになります。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。